平成23年7月19日火曜日、衆議院予算委員会に出席し、平成23年度補正予算第2次について基本的質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。昼、総理大臣官邸に戻り、2011FIFA 女子ワールドカップドイツ大会日本代表による表敬を受けました。夕方、総理大臣官邸で第17回となる原子力災害対策本部会議を開催しました。ステップ1に関してここまで、物事が進んだのは、やはり何といっても現場で本当に頑張っておられる皆さん、私も2度目になりますが、この土曜日に行ってまいりましたけれども、何千人もの方が、もちろん東電はもとより関係企業、あるいはその下請け、本当に多くの人が熱い中を頑張っておられます。そういった皆さんの努力だとこのように思っております。20日水曜日、衆議院予算委員会に出席し、平成23年度補正予算第2次について基本的質疑と締めくくり質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後、採決が行われ、平成23年度一般会計補正予算第2号および平成23年度特別会計補正予算特第2号の両案が可決すべきものと議決されました。夕方、衆議院本会議に出席し、平成23年度一般会計補正予算第2号および平成23年度特別会計補正予算特第2号の両案の採決が行われ、可決されました。総理大臣官邸に戻り、国際海事機関の関水次期事務局長の表敬を受けました。その後、第7回となる新しい公共推進会議を開催し、新しい公共推進会議の提案と制度化等に向けた政府の対応等について話し合われました。21日木曜日、参議院予算委員会に出席し、野田財務大臣から平成23年度一般会計補正予算第2号および平成23年度特別会計補正予算特第2号の両案について趣旨説明が行われた後、総括質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、第19回となる行政刷新会議を開催し、規制・制度改革、東日本大震災復興関連事業の精査、特別会計制度改革、公益法人改革等について話し合われました。その後、第2回となる東日本大震災復興対策本部を開催しました。この日の会議では、東日本大震災復興基本方針の骨子等について話し合われました。今後は今おおむね了解されたこの基本方針をさらにより実体化していくということになるわけですが、言うまでもなく、復興は地域が主体となって取り組むことが基本であり、また復興に関する財政フレームについては、関係閣僚間で議論を深めていただくことがこれから重要になってまいります。22日金曜日、参議院予算委員会に出席し、平成23年度補正予算第2次について総括質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。